2023年12月8日、京都洛西、阪急上桂駅から徒歩15分、地蔵院。京都では紅葉の見頃が遅めで知られている穴場スポットです。成治6年1367年、足利氏に仕えた戦国武将細川頼之により創建。境内が竹に包まれていることから竹の寺とも呼ばれ親しまれています。紅葉と竹林とのコントラストが幻想的な風情を醸し出します。一休さんこと室町時代の僧侶一休宗純が6歳までお母さんと過ごした場所としても有名。天皇の血を引くと言われる一休宗純は権力に反発し、持ち前の頭の良さで権力者をやり込めたといいます。本堂を離れ、自然豊かな庭園と有名な窓がある北条へと向かいます。枯山水庭園十六羅漢の庭、16個の石が羅漢に見立てられています。ハートの形の窓、猪目窓、イノシシの目に似ているところからその名がついたと言われています。日本伝統文様の一つで、魔除けや火伏せの意味が込められています。竹の緑と楓の紅葉が織りなすグラデーション、静かに紅葉を楽しむことができました。この後は阪急上桂駅近くでランチにします。阪急上桂駅から徒歩10分、国道9号線沿い、小麦のきらめき。きらめきグループの麺をすべて店内併設の麺工房で製麺されています。注文したのは小麦の力、肉増量、豚チャーシュー。
極太系混ぜそば。自家製麺を最も美味しく食べることができるメニューです。混ぜる前に麺だけをいただき、小麦の風味や食感を感じます。天地返しでタレを絡ませます。自家製極太麺は結構なコシがあり、食べ応え十分。もちもちごわごわの食感で喉越しがいいです。醤油ダレをたっぷり絡ませてガツガツいただきます。中毒性のある美味しさです。迫力のある豚バラチャーシュー、噛み応え十分で、噛めば噛むほど旨味と脂身があふれ出します。下味もしっかりとついており、こちらもやみつきになる味。きらめきさんの特徴といえば、やはり麺。ラーメンの主役は麺とおっしゃるオーナーさん。スープと麺の関係性でいうと、若干の麺勝ちのバランスがうまいと考えておられます。そのため自家製麺には並々ならぬこだわりを持っておられ、きらめきの麺は北海道産小麦 100%、国内産小麦の中でも3種類の北海道産小麦をオリジナルブレンド。それぞれの特徴、風味、食感、喉越しを生かした配合となっています。麺がうまい理由はこだわりの北海道小麦にありました。毎年北海道の小麦畑を訪ねられ、生産者さんや製粉業者さんと常に顔を合わせ、品質を追求する徹底ぶり。そんなこだわり抜いたラーメン、体験されてみてはいかがでしょうか。